こんにちは。今日の晩ご飯はてってらん、お寿司。久しぶりです。チーム M さんはお寿司が多いらしいです。 B2 はほんまに出たことがほぼないですね。久しぶりで嬉しいです。ではでは、皆さんお寿司何のネタが一番好きですか？シースーです。シースー。あ、やば、吹き出した。ちょっと待ってください。醤油が吹き出した。近重さん、醤油が吹き出しました。ティッシュがない。ちょっとあります？ちょっと待ってくださいね。今帰りました。わあ、いいですね。赤身も白身も美味しいですよね。最近カンパチにハマってて、私赤身より白身派やったんですけど、最近はちょっと赤身の美味しさにも気づいてしまいまして、ハマってます。お見送りほぼ聞き取れんかった。マジ？皆さんってお見送り何喋ってるか聞こえるも聞こえないもんですか？私がなんか話しかけるときどうなんですか？もっと大きな声で言った方がいいんかな。やっぱ距離感がね難しいよね、お見送りはね。グスープさんなんか下で分かった、寝たよ。それはもう運命や、運命だ、運命。超えてる、ほんま？よかった。じゃあタイミングによるんかな。いただきます。じゃあまず私はサーモンからいきたいと思います。いただきます。キャンプは前回で終わりですか？わかりません、どうなるのか。でも皆さんがいっぱい再生回数見てくださったらあるかも。なんでいっぱい見てください。ね、そう、めっちゃいい肉をね食べさせていただいて、本当にびっくりするぐらいトロトロでしたよ、お肉。どこから入手したんですかとか言って言ってましたね。あまりに豪華すぎて。ゴルフはどうなったんやろ、わかんない。全然何もわかんないけど、キャンプの時のお洋服似合いすぎてます。嬉しい。ちょっとね、今後もキャンプを続けていきたいので皆さんいっぱい見てください。若たん、キャンプに似合ってるよとかコメントしてください。キャンプ女子だねとか、ちょっとそう、キャンプのそれこそなんかこう私服をアピールできるチャンスやなとも思ってるので、キャンプっぽい服装とかもいろいろ考えてやりたい。2回目ができるならば。めっちゃ楽しかった、ほんまに。キャンプぜひともシリーズ化したいですね。若たん、アウトドア派？うん、アウトドア派、めちゃくちゃアウトドア派ですよ。休日もまあ家にいることもあるけど、基本外に行きたい派ですね。だから友達か家族を誘って基本どっかに行ってます。なんか一人行動があんまり苦手で、なんか一回そのなんか大人になってみたくて一人で服屋さんとかも行ったりしたんですけど、めちゃくちゃ優柔不断で、なんかこっちがいいんちゃうとか言ってくれる人が欲しくて、結局私は一人で買い物とかに行くのは苦手なんだと諦めましたもん。たまに見に行ったりもするけど、買うのは大体
なんか誰かに助言をもらわないと買えない。こうかっこよく買いますって決めたい、決めれるようになりたい。家族でキャンプ行っても何もしない。そう、めっちゃずっと遊んでます。遊んでるっていうのがバレちゃいましたね。でもこれからいろいろ勉強してキャンプマスターになりたいから頑張ります。かまぼこおいしい。やっほー。チータンは手伝うの？チータンと一緒にずっと遊んでます。まあなんかテント立てるのをみんなでやったりとか片付ける時もやるけど、基本ずっとなんかバドミントンしたりお散歩したり食べたり寝たりしてます。楽しい。うん、クモ。お、あずまいしんさん、くま、ありがとう。くま、すごい飛んできた。石川県の寿司食べたい。お寿司、石川県、私もあの旅行行った時に海鮮丼食べてめちゃくちゃ美味しかった。ね、かまぼこやばい。なんか最近ほんまに練り物系にハマりすぎてやばい。かまぼこも美味しいし、あのなんやっけ、カニカマも美味しいし、ささかま、ささかまにハマってる今。あの YNN さんのあの宮城名物食べた時から。ウニ、ウニは好きですよ私。え、カニカマって練り物じゃない？え、やばい、また爆発言しちゃった。ん？カニカマってかまぼこやんな。違う？ん？アソニーがハマってるの喜んでた。え、マジ？嬉しい。ちょっとアソニーに宮城連れてってって言っといてください。自分で言います。練り物、あ、よかった、練り物。もう明日の B2 コン行くよ。嬉しい。4日じゃない、4公演なので、皆さん明日も見てください。配信でも見れるので、明日は B2 公演です。でも B2 公演結構久しぶり。なんか最近結構南原に集中してたから。タコ、お、すごい、俺の嫁、ありがとう。つっちゃん、俺の嫁、ありがとう。え、カニカマって日本人が開発したんや。でもカニカマとカニって間違えへんやんって思うけど、意外と間違えるんかな。じゃあそれ試してみたい。目つぶって間違うかどうか。なんかよくさ、格付けチェックとかでさやってるやん、カニカマとカニ。なんかそれをめっちゃやってみたい。ほんまに間違うんか。あとかき氷目つぶったら色じゃない、味わからんくなるんかっていう。あ、そう、明日はね、アミタンと一緒に出れるの。え、ユーリン M 公演。おお、そう、ホノピーとユーリンが喋ってるとこ見たことなくて、そう、これも聞いてほしくて、なんかライブの楽屋でそのユーリンとホノピーがと私になった時があって、たまたま3人でなんか一緒になった時があって、でもどうしても若いユーリンとホノピーが喋ってるの見たくて、もうめっちゃなんかマブダチらしいんですよ。めっちゃ親友レベルに、ずっと高校生3年間仲良かったらしくて、だからそのあんま先輩後輩でなんかタメ口で仲いいってあんまないじゃないですか。だからどうしても見たくて、ちょ、喋ってやとか言ったら、なんか付き合いたてのカップルみたいになんか茶化すなって言われて、で、あの喋ってくれなくて、え、そう、多分喋らんくても、ね、ほんまに仲いいんやろなって。マジで仲良かったら喋らんくてもなんか気まずくないから、そうなんやろうなって。でもほんまに喋ってくれんくて、2人ずっと急遽で結構喋ってって言ってるんですけど、喋らんし、なんかほのぴーも
なんかバイバイとかもうなんか言わんくて、なんかウエスみたいなだからちょっと見たい。そうだから早く2人が MC してほしいなって。ちょっと2人が喋る空間を作ってほしいっていうくらい喋ってるところを見てみたい。まだ見たことないだからほんまにほのぴーとユーリンが仲いいのか疑惑をちょっと解決したいな。そうでもほのぴーとユーリンってマジで性格が真逆っていうぐらい違うんですよ。でもめっちゃ仲いいからそれも気になるし、そう今一番気になってるってぐらい2人の関係性が気になってでもほんまに2人の写真も見せてもらったし、仲いいのはマジで事実らしいです。え、そう西田って呼んでるらしい。マジでおもろい。西田と村井呼びですよお互い。村井って。え、もう気まずいとかもなさそうですよ。なんかでもホノピーに気まずいっていう感じあるんかな。あるわーって言われそう。え、ありがとう東維新さん、くま。ありがとう。え、でもなんか仲良かったらめっちゃ名字で呼ぶのなんかちょっとわかる気がする。そういうの、そういう文化、若も高校生の時ちょっとあったから西村コンビ、わーめっちゃ見たいな。でもユーリンもなんか面白そうやな。静かな感じなんですけどイメージは。でもどうなんやろ、から喋り出したらほのぴーみたいにギャグ言い出すかもしれん何も知らないですよ、何も知らんけど、ほのぴーと仲いいってことはとかいろいろ思っちゃう。夜はねヨシミンの生誕祭なので嬉しい。ヨシミンの生誕祭に去年も出た、去年も2年連続で出てる。みんなでヨシミンコールいっぱいしましょう。うん、そうだ、イベントのお支払い期限が今日の11時59分までなので、皆さんぜひお待ちしてます。お待ちしてますじゃない、忘れなくお願いします。なんか完売じゃない、落選がめっちゃまた皆さんのおかげで出てるみたいなので、ここでまた追加が出るように頑張りたいのでお願いします。また追加枠が出たらちょっとまた考えます、なんか企画。お疲れ様です。ちっちゃん、なんて書いてんのこれ。推ししかかたん、ありがとう。あずまいしんさん、くまありがとう。ちっちゃん頑張れ、ありがとう。すごいいっぱいありがとうございます。うん、握手会も全楽でした。マジ、悲しいけど寂しいけど、こうどんどん前になってるのが嬉しくもあり、ぜひ追加枠が出てほしいですね。また皆さんといっぱい会いたいので。愛してるとか愛してたとかどうだった？え、そう、それがね今日は初めてアンジュさんとペアでできたんですよ。めっちゃ嬉しくて、まあ、アンジュさんってめっちゃもうダンスもめっちゃ上手やし、もう手足も長くて、私はもう本当に手足が短いので、アンジュさんに、アンジュさんと同じぐらいだから、こう大きく踊ることを心がけました、はい、でもほんまに私もアンジュさんのパフォーマンスがもう大好きで、だから一緒に踊れて嬉しかったですね。私は身長も低くて手足が短いので、 いかに大きく見せれるかっていうことをちょっと重要視しながら頑張りました
でもなんかリハーサルの時、本番は分かんないんですけど、なんかレイポーにめっちゃ緊張してる顔してるって言われましたね。ガチガクガクやったねってそう、あの表情っていうか感情がもろに顔とか動きに出ちゃうタイプなので、バレてたみたいですね。同期には緊張してたことが、自分の歌割りのところでめっちゃ声が震えて、なんか緊張しすぎて。そう、でも本番は堂々と踊れました踊れてたはず。ありがとう、くまくま、ありがとう。まなみ、まなみ会いたいよ。緊張してるって聞きに来てない？聞きに来てないよ、会いたいな、まなみ。つっちゃん、え、なにこれ、なんか違うくまや、ありがとう、くまくま。リハ緊張するの、めっちゃ緊張する。なんか私リハの方が緊張するかも。なんかその一発目、その日の一発目やからめっちゃ緊張する。公演も緊張するけど、でも今日はなんかもうやっぱ2回目、5ヶ月ぶりやけど2回目やったから、そこまで緊張はしなかったかな。本番は楽しめた気がする。前よりもあの皆さんのことも見れた気がする。でも夜公演もっと頑張ります全員と目合わせるつもりでみんなの目見に行きますそう、今日はね休憩が5人いるんですよ。嬉しい。やっぱ昇格したらさ、一緒に出れることも少なくなっちゃうから嬉しいよね。こうやってみんなで出れるのはさ、昨日もみんなで練習してたんやけど、やっぱり同期愛ですね、みんな大好き夜公演も楽しみましょうね、一緒に。ワクワク。よしみんポーズいっぱいしよう。たこ焼き、たこポーズ、たこ焼きほっぺ。あ、もう来週握手会、早っ、マジか、早いな、楽しみ。来週はどこや、神戸ワールド記念ホール。来週は幕張、11月やもんな神戸か。めっちゃ寒いんですよ、ここ。長袖寒くないですかって今コメントくださったんですけど、もうね劇場公演は一年中冬です。なんかクーラーの温度がほんまに16度とか、多分めっちゃ寒い。もうなんか冷蔵庫の中にいるみたいね。そう聞いてほしい。そう、あの今日そばかすのキスでフリーのところがあるんですよ、感想で。でホノピーがなんかめっちゃおもろいことしてて、私がの番の前に、だからホノピーみたいに面白いことしたいなと思って内股とかいろいろホノピーのギャグをしてたんですよ。そしたらホノピー全然見てくれんくて、なんか一人でめっちゃ恥ずかしかったっていう。アンジュさんが笑ってくださってたんですね、よかった。なんか恥ずかしすぎてどこも見れへんかった、ファンの方の顔も見れへんかった。ありがとう。そうだから、ぜひもし DMM 配信に映ってたら見てくださいDMM 配信にも映ってたら、ただ一人で悲しかった人だけやん。悲しかった人、恥ずかしかった人恥ずかしかったもうやっぱギャガーは向いてないですね、私には。ちょっと振り切る勇気がまだない。ちょっとホノピーから学ばないと。みかなさんサーフィンしてた、めっちゃ可愛かった。あとみかなさんとあの見つめ合って歌う、なんかこうそばかすのキスの 1B メロでタタタン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 ってあるんですけど、そこでみかなさんが可愛すぎて、あのつい顔に見とれちゃって振りを間違えました恥ずかしかった。ちょっと夜公演は絶対に間違えないって
間違えません。結構ね、頭を使う日なんですよ、ここ。足出して、手も出してみたいな。でも、ちょっともう可愛すぎて、ちょっと飛んじゃいました。上にやらなあかんのに間違えてこういっちゃった。じゃあそろそろ終わりますね。皆さんありがとうございます。ちょっと準備したいと思います。13位くにちゃんありがとうございます。12位ちょちょさんありがとうございます。11位大きな M さんありがとうございます。10位炭酸せんべいさんありがとうございます。9位11位ありがとうございます。8位高政さんありがとうございます。7位野原慎之介のすけさんありがとうございます。6位瀬戸志さんありがとうございます。5位おさぴよさんありがとうございます。4位坂口ちゃんありがとうございます。第3位ヨンイルさんありがとうございます。第2位東一心さんありがとうございます。第1位はドゥルルルルドゥンちゃんありがとうございます。皆さんありがとうございました。じゃあ夜公演もよろしくお願いします。よしみんの生誕祭なのでみんなでよしみんのこといっぱいお祝いしましょうね。ではでは、ありがとうございました。バイバイ、ありがとうございました。じゃあねー、また後で